先日、悲しい事件が起きてしまいました。エコーニュースのホムラちゃんが、二刀流目の様が登壇する講演会に、参加しようとしたところ、現地についてから参加を拒否され、追い返されてしまったそうです。申し訳ないが、さすがにくさ。詳細な経緯に関しては、エコーニュースチャンネルの方で、動画が上がっていますのでそちらを見てください。これね、経緯がひどいんですよ。ホムラちゃんが講演会に参加申し込みをした後に、後出しで条件が追加されています。普通後出しで追加しますかね。お金を払った後に条件を追加してくるところがすごい。追加ルールは3つあって、1つ目は受付での身分証明書の提示、2つ目はスマホや録音撮影機材を預かること、3つ目は、過去にコラボや二刀流目の3への、誹謗中傷をしている人物の入場を拒否すること、しかも過去の誹謗中傷で参加拒否された場合、振り込み手数料は参加者負担になるとのこと。もうめちゃくちゃや、もう気が狂う。これっておそらく、エコーニュースを狙い撃ちにした、後出し条件ですよね。エコーニュースに来られると困るから、ピンポイントでホムラちゃんを弾ける条件を、追加したのでしょう。しかしそんなもん最初から買いとけやという話で、後出しで不自然に追加するあたりがさすがです。しかも料金の支払いをした後に、後出しで追加した条件を根拠に、主催者側の都合でホムラちゃんの参加を拒否したにもかかわらず、なぜか振り込み手数料が参加者負担というね、こんなめちゃくちゃな会社あるの、と思ったら主催の有限会社アジュマの代表は、北原みのり様でした。ああそうですか、それなら真っ当な対応を求める方が、酷というものです。しかもホムラちゃんの問い合わせメールを、無視してますからねこの会社、お金取っといてそれはないんじゃないの。しかもホムラちゃんって、露骨な誹謗中傷とかはしてないと思うんですけども、エコーニュース R の記事から引用します。これまでにコラボや二刀流目の3への、誹謗中傷が確認されている方の入場はお断りします。該当者で返金ご希望の方はお知らせくださいという、これは変な項目であって、私は誹謗中傷を二刀流目の3にしましたという告白をする、いわば踏み絵をするかのような行為が返金の条件になっている。これにイエスと答えたら名誉毀損訴訟で不利になるトラップのようである。なおエコーニュースでは二刀流目の3に関して批判記事は出したが誹謗中傷違法と評価されるような内容を書いた覚えはないため、この条件だと返金要求もできない。この場合現地で取材を断りになるのだろうか。また振込手数料はお客様ご負担というのもひどい。後から来るなと言ってそのコストをお前が払えというのはない。また参加拒否条件を追加した理由とお断りの場合が噛み合ってないのも問題だ。すなわち一参加拒否の理由は遊びやゲームのように妨害行為を力行為問わない者たちのために安全な空間が脅かされることは許されません。であるのに二酸化拒絶対象者は、コラボや二刀流目の3への誹謗中傷が確認されている方である。暴行などの有無ではなく、つまり批判的な表現をしたかどうかが基準になっている。事実上は発言を理由にした、取材対象者の選別である。共産党と強いつながりがある二刀流目の様って、いつも正論ハラスメントを受けてますね。困惑、参加拒否するつもりなら、最初からそうメールしろよって話で、なんでわざわざ会場に来てから参加拒否を通達したのでしょうか。交通費や往復の時間もかかってるわけでしょ。それらが全て無駄になっているわけです。大人として考えられない対応です。二刀流目の様とか北原みのり様は、イベントやる前にまず一般常識を学んだ方が良いのではないでしょうか。もしかしたら、現地に来てから追い返してやったら、あいつに嫌な思いさせられるよな、と思ってたんじゃないかと邪推してしまいます。受付では申し込み者名簿に、名前のところに赤のバツマークがついてたみたいですし、明らかに追い返すことを事前に決めていて、受付で追い返すつもりでしたよね。さすが汚い、やることが汚すぎる。しかも受付にはなぜか、リーガルハラスメントに強い弁護士こと、神原はじめ弁護士がいたそうです。受付に行っていきなり神原弁護士が出てきたら、私なら笑ってしまうかもしれません。この講演会とコラボは関係ないはずなんですけど、なんで神原弁護士がいたんでしょうね。しかもホムラちゃんの話によると受付には、私服警察官っぽい男性が2人いたとか、私服警察官っぽい雰囲気の2人は、ナチュラルにホムラちゃんの体を軽く触ってきたそうです。ホムラちゃんは男なので問題ありません。警察官が職質するときに、相手をイラつかせるためにやりがちなこと、あの2人は私服警官の可能性がある、というのがホムラちゃんの見立てです。その2名が警察かどうかはわからないんですが、いずれにせよ夢のは警察を呼ぼうと思えば、呼べる立場にはいるでしょうね。本人によると過去にレマルプ予告や殺丸予告を何年も受けているそうですから、そう警察に申告すれば講演会に警察官が来てくれる可能性もなきにしもあらず、なんで未だに犯人が逮捕されないのかは謎ですけどね。逮捕されたら夢のはウキウキでツイートして晒し上げそうなものですけども、最後までご視聴ありがとうございました。